けますクッキング、今日やる料理はね、はい、じゃじゃーん、スーパーカップ買ってきちゃいました。ってことでね、久しぶりにね、カップラーメンアレンジやります。はい、調理スタート。はい、今日の材料説明いきます。はい、スーパーカップ1カップね。はい、それから、はい、玉ねぎ4分の1、はい、白菜8分の1、はい、ピーマン1個、あと人参はほんの少しね、あと、はい、豚バラ肉 100g、 はい、こんだけです。よし、はい、ではね、早速ね、調理の方行ってみたいと思います。はい、まず白菜ちゃんね、白菜ちゃんはね、こういう風になってるんですけど、まあね、今日は、はい、今日はね、ちょっとね、難しいかもしれないですけど、白菜の方はね、こういう風にこうなってますよね。で、こう、大体こうなってるのを半分に切って、で、その大きいこう茎とここがこう、やっぱ厚さが違って火の通りが均等にならないですよね。なんでそれをどうするかっていうと、こういうふうにこう損切りにするんですよね。これでもちょっと難しいんで、ちょっとあれなんですけどね。ただちょっとまあ、こういうふうに切るといいぞっていう形ですよね。そうすると何がいいかっていうと、こう損切りにすることによってこう厚さがね、こう均等になるんですよね。それでこう、なんていうのかな、茎の方もこっちの方も、まあ、ある程度同じように火が入るって感じになるんですよね。なんでまあ、こういうふうにするといいぞって、まあ一応技術の、まあ、一端なんですけど、ただこれ難しいし、手に切るといけないんで、まあ、そうですね、あんまやれたらちょっと挑戦してみてくださいね。で、できなかったら、まあこんな感じで普通にこういうふうにこう切っちゃっても全然構いませんよ。はい、こんな感じでね、はい、白菜カットします。はい、そしたらね、玉ねぎはこんな感じで、こんな感じで、5ミリぐらいのスライスします。はい、ピーマンちゃんは、はい、これは種取って、なんか種も食べれるっていう話なんですけど、こうちょっとね、黒くなってる部分はちょっとあんまり食べたくないんで、今日は種を取って、で、こんな感じでね、ちょっと大きめの、今日はこんな感じで、こう、ちょっと大きめの乱切りにします。はい。はい、こんな感じね。はい。人参はちょっと色目なんで、こう、ちょっと皮むいたら、こんな感じで、ちょっと薄く。まあ、ほんの少しでいいよ。はい、こんな感じでいいです。はい、こんな感じでお野菜の準備 OK です。はい、したらね、豚バラちゃんはこんな感じでね、食べやすい大きさに2センチぐらいにカットしておきます。よし、早速ね、調理の方行ってみたいと思うんですけど、まずね、こんな感じでね、お湯をね、ちょっと多めにね、ちょっとね、沸騰させておきますね。で、スーパーカップのね、これ見るとね、3分なんですよね。3分なので、で、ちょっとね、時間がないんで、ちょっと今日、うま煮そばっていうやつやろうと思うんですけど、先にね、ちょっとこの、はい、そしたらね、はい、ここに、とりあえず、ゆっくりね、もう火薬と、よいしょ。はい、粉末スープね。はい、これをまあ入れときますね。はい。よし。で、これはね、後乗せってことらしいんで、とりあえずここまで用意しておいて、でね、3分しかないんで、ちょっと上の具材を先、ある程度作ってから、これ、お湯入れますね。はい、ちょっと待ってください。よし、ね、早速ね、調理の方行ってみたいと思いますね。はい、まずね、ちょっとね、上の具材を作りたいんですけど、はい、まずね、油大さじ1杯、はい。そしたらね、まず、はい、豚肉ちゃん炒めます。はい、はい、こんな感じでね、いい感じでね、はい、豚肉ちゃんが炒まってきたら、はい、さっきね、切ったね、野菜一気に全部入れちゃいます。はい、パーン入れて。わー、今日はもう野菜たっぷりですね、俺。いや、めちゃめちゃ野菜たっぷりです。それでね、今日はこのなんか、まあ、うちでね、ある野菜をこうちょっと使っちゃおうってことでこれやってますけど、こんなね、材料がなかったら、普通にね、カット野菜一袋でも大丈夫ですよ。こんな感じでカット野菜普通に買ってきて、こんな感じで、同じようにできますからね。はい、こんな感じでいい感じである程度、お野菜に8割ぐらいに火が入ったところで、先ほどね、ちょっとね、あっちの方でちょっとお湯沸かしてみましたよね。で、それの 200cc 分ぐらい、こうちょっとね、お湯取って、で、ここでね、お湯入れてます。はい。はい、そしたらね、それと同時にね、このカップラーメンの方もお湯入れちゃいますね。はい。で、規定通りね、規定通りお湯入れて、はい。よいしょ。よいしょ。はい、カップラーメンの方もお湯入れましたよ。じゃあ、蓋して、よし。はい、こっから、
はい、3分間ね。はい、こっから3分。よいしょ。はい、こっから3分間いきます。はい。そしたらね、こっちはもうほとんど、その3分の間にやっていくことがあるんですけど、ではもうここでもうある程度火がもう入ってますよね。そしたら今度ここに味付けいきます。はい。味付けね、はい、今日もね、お世話なの、はい、ソーミーシャンタン。はい。これをね、大体ね、まず小さじ1杯だね。はい、小さじ1杯ポン入れます。はい。次にブラックペッパーね、ブラックペッパー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 入れて、よいしょ。で、ここで一旦味見します。美味しい。めちゃめちゃ決まってますね。はい。はい。そしたら味が、はい、決まったら、はいはい、水溶き片栗粉。よいしょ。はい、水溶き片栗粉で、ちょっとね、あんかけ順にしちゃいます。はい。ね、これやるときはこうやってこうちょっとねお玉の背使ってこんな感じで回して一気にドヒャーって入れないで少しずつ入れてこう様子見ますね。でこんな感じでいい感じのこうあんかけてきますよね。はい、そしたらもうこっちで上の具は完成です。でそしたら火止めちゃって、はい、最後にごま油小さじ1杯分ぐらいこれ入れておきます。はい、これで具材の完成です。はい、ちょうどね、はい、3分経ちましたよ。はい、そしたらね、はい、カップラーメンの方も入ってきました。よいしょ。はい、そしたらね、まあ、このままだとね、これだけの具材なんで、入りきらないので、まあ、ちょっとね、今日はね、丼に移しますね。こっちの方が、まあ、雰囲気もいいですしね。はい、こんな感じで移して、ね、しっかりここで、こうやってかね。よし。しっかりほぐしてあげて、はい、それでね、付属のこのね、液体のオイルもここで入れちゃいますね。はい。よし。はい、こんな感じでしっかりほぐしてあげて。でね、少しね、ここで、これで一杯分でちょうどいい感じになってるんですけど、ほんの少しね、これもったいないようなんですけど、こう、ちょっとね、このスープを少しこう、ちょっと捨てて、まあ、飲んでもいいんですけどね、ちょっとだけこう、半分までいかない。3分の1ぐらい減らして、こう、少し減らしますね。で、そこに先ほどの、この、出来たての、この、野菜あんかけを、はい、ぶっかけちゃいます。よいしょ。うまそう。よいしょ。はい。野菜あんかけを、はい、たっぷりかけて、はい、完成しました。はい、今日の簡単料理ね、はい、カップラーメンアレンジの、はい、うま煮そばの完成です。めちゃめちゃ美味しそう。よし、ね、早速ね、食べてみたいと思います。はい、はい、今日の感じこんな感じですよ。はい、美味しそうに取れてますかね。はい、めっちゃ美味しそうですよ。はい。じゃあ早速ね、これをね、食べる前に、いつも通り、はい、チューハイタイム。皆さんお疲れ様でした。乾杯。あー、美味しい。もう満車し、へへい。ということで、はいはい。はいはい、今日の感じこんな感じですよ。はい、美味しそうですね。いやーもうほんとこうなっちゃうとね、もうお店で食べるようなラーメンともうほぼほぼ変わんない感じになっちゃいますよね。もうこれはじゃあ早速じゃあいただきたいと思います。いただきます。よいしょ。よし、さあ、じゃあいただきます。めちゃめちゃ美味しい。はい、でね、もうこれはもう見た感じはもうこれですよ。もうね、野菜のあんかけ、もうね、白菜とろとろ、肉たっぷりね。で、ね、この塩味のあんかけの下が醤油なんで、こうね、上の塩味をこう楽しみながら、白菜欲しい。で、下の麺ともね、こうね、あんかけが絡みますよ。もう、めちゃめちゃ美味しいです。よし、ちょっと。いやー、美味しいな、これ。
これちょっともう家でこんなの作っちゃったらもうなんか中華屋さんに行かなくてもいい感じのレベルですよ。いただきます。めちゃめちゃ美味しい。でこう白菜とねこの豚肉と玉ねぎ、これはねもうこのソーミシャンタンの塩味ってめちゃくちゃ合うんすよ。なんでこのねトロトロしたこのあんかけのお野菜、おいしい。これはもう抜群だわ。でちょっとこのスーパーカップのこの麺にしてよかったね。あのスーパーカップ結構こう麺しっかりしてるんで、おいしい。まあね、このやり方踏まえて、まああのなんか野菜はあの本当はねこの白菜がいいんですけど、まああれだけねなんかちょっとずつ揃えるの大変だったら、もうさっき言ったみたいにカップあのカット野菜でも全然同じような感じにできますし、あとカップラーメンもねあの他の種類でも大丈夫ですし、あの袋麺で同じように代用してもできますので。ぜひ簡単なんでやってみてください。今日のこの、はい、うまみそば、はい、大成功です。皆さん簡単なんでやってみてください。今日もご視聴ありがとうございました。